レットナーカー、そうですね、切り込んでいってノーク渡した、ダンクだ、これは非常にこれはもう黄金コンビですか、ちょっと何か声かけはしていますが、プレーはそのまま安藤、いやーカステー、これもいい合わせ、これはもう鉄板、サッカークがつきます、あーこれも今行きますね、スカウト松井だ、決めてきます、いや田中もついていったんですけども、そうですね、アルバルクは今のところやはりシュートもリーグトップ、唯一リーグで 40% を超えるという 43% 近いスリーポイントの決定率を誇ります。いきなりまずは決めてきました、一気にファストブレイクからというパスで終わりました、うーん抜けますよね、マブンガ選手、しかしてマチュワン、もう一度マブンガフェイクを入れながら、さあどうするか、ここから打つ、いやこの距離で決めています、あの各選手に行くよりは竹内選手、あ各選手をフリーするよりは、はい、まあ、竹内選手に 行かなくて、ね、中守った方がっていうのところですよね、ファールが怖いです、ね、来ますよね、まあ、文化選手からしたらね、はいはい、うん、やはり詰めきれないですが、ここを打ってきてサイモン、ダンクを決めてきます、おっとパスがいませんが田中が拾う、この距離から決めてきます、今日もまたいい形でスリー、須田のシュート決まりません、マブンガが来る、いや松井がキャッチャーのショット決めてきた、状態でスリーポイント入るようなことあると、はい、また拾っちゃいますからね、うん、体当てながらポストプレーだ、強引に来て、これもカウントです、クォーター3点差リードしている京都ボール、ここで松井がミドルレンジ、これは決まりません、しかしゴール下で強引に決めてきます、ホイッスルも鳴っています、今日結局マチュアン先ほどもカウントで止めきれなかったんですけども、安藤危ないキックで安藤を助けて、カーク、サイモン、サイモンが36ですか、これで、止まんないですよね、止まんないですよね、なかなか歪み、マチュワンです、ラブンガがつく、マチュワンのシュート、これは決まった、ショートボールです、すぐに、ね、はい、決めてきました、さあ最後は時間を使い切りまして、京都がこれで開幕から6連勝としています、今シーズン初の